エゾオコジョは、イタチカイタチアカイタチ属オコジョ種のアシュで、北海道に生息するオコジョである。属称は、エゾイタチ。本種と本土オコジョとの主な相違点は、区体の大きさで、本種の方が大きい。北海道の山岳地帯。1930年代までは、平野部でも生息。平野部での個体数減少の原因は乱獲。本種は、純絶滅危惧種に指定されている。 成獣の大きさは、オスとメスで異なり、体長は、オスが約24センチメートル、メスが約22センチメートル。尾長は、オスが約70から90ミリメートル、メスが約70ミリメートル。耳長は、オスが約13から20ミリメートル、メスが約13ミリメートル。毛色は、下顎から腹部にかけては1年を通して白色。 尾の先端は一年を通して黒色。それ以外の部位の形状は、夏毛と冬毛で異なり、夏毛は茶系色、冬毛は白色。替え毛きは、夏毛への替え毛は4月から5月にかけて、冬毛への替え毛は10月から11月にかけての期間。波数は、摂氏が上6本下6本、剣氏が上2本下2本、全旧氏が上6本下6本、 ご吸子が上2本下4本、合計34本。入刀数は4対8個。指跡数は前肢が5本、後子が5本、合計20本。本種は冬眠はしないで1年中活動し、その活動時間帯は特に定まっておらず、昼夜活動する。繁殖期以外は基本的に単独で行動する。巣は既存の穴や隙間を使用する。 食生は主に動物食で、ネズミや、両生類、魚、カニ、昆虫類、ミミズ、動物の死体など。また、山ワや桜、山ブドウ、マタタビ、コクワの実などの植物質のものも食べる。交尾期は5月から6月にかけてで、出産は翌年の4月から5月にかけて。これは交尾してから受精卵が子宮壁に、 定着するまでに時間的な遅れが生じるためである。妊娠期間自体は3週間から4週間で巣穴で出産する。子育てはメスだけで行う。新生死には産毛がある。視力と聴力はまだない。生後約5週目で視力を得て同時期に離乳する。生後12週目から幼獣自身で餌を捕獲するようになり、親離れする。 翌年には繁殖できる個体が多いウェブサイト出版物ありがとうございます。